この動画では前大脳動脈の解剖とセグメントについてお話ししていきます。これまで中大脳動脈と椎骨動脈について詳しく説明してきましたが、今回は第3弾として前大脳動脈について扱っていきます。今回のテーマとしては前大脳動脈の解剖、特に A1 から A4 のセグメントについて判断できるようになることをまず目標にお話し、前大脳動脈からの穿通枝、そして前大脳動脈の正常変異破格についてもお話していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。今回勉強していく前大脳動脈 ACA はアンテリオルセレブラルアーテリーの略で、内頚動脈から分岐し、前頭葉や頭頂葉の内側面を栄養する血管です。左右は前交通動脈 ACOM、 アンテリオルコミュニケーティングアーテリーによって連結されるという特徴を持っています。細かい枝に関しては眼下方向に伸びていく眼下枝、前頭葉を栄養する前頭枝、頭頂葉を栄養する頭頂枝に分かれます。それではスライスをスクロールしながら前大脳動脈の全体像を追っていきたいと思います。造影後の T1 強調画像の横断像で、この部分にストッキーがありますので、頸椎の C2 レベルからスタートしていきたいと思います。このスライスでこの部分とこの部分に内頚動脈が観察されます。それを追っていくと、ここで屈曲しながらこの部分ですね、この部分で2つの枝に分かれていることが分かります。こちらの外側に行く枝が中大脳動脈、内側に行く枝が前大脳動脈に対応します。よってこの血管が右側の前大脳動脈、こっちが左側の前大脳動脈となります。そしてよく見てみると、この部分で左右の前大脳動脈がつながっていますけれども、こちらが前交通動脈に対応する部分です。ウィリスの動脈輪の左右の連結部となっている枝です。そこからは ひたすら上に上がっていき、側脳室体部を少し超えたあたりで後ろ方向へと方向転換しています。こちらが前大脳動脈の走行の横断像の全体像ですが、このように横断像で追っていくと、前大脳動脈が前頭葉と頭頂葉の内側面を栄養している様子が分かりやすいと思います。続いて冠状段で観察していきます。こちらが内頚動脈で、この部分で中大脳動脈と内側を走る前大脳動脈に分かれていきます。前大脳動脈はこの部分で上行していきますが、少し戻ってこの部分で左右、この部分が左右の連結部になっていることが分かります。こちらが前交通動脈です。前交通動脈からはひたすら上行していき、この部分から方向転換を変え後ろ側を走っているということが分かります。こちらが冠状段での前大脳動脈の全体像です。続いて視上段ですけれども、前大脳動脈は後で説明しますが、この脳梁の部分をくるっと取り囲むような走行をしています。よってこれが前大脳動脈に対応するんですが、少しスライスを戻してみて、この部分で内頚動脈とつながっています。よって内頚動脈の細胞部があり、この部分から前大脳動脈のスタート、分かりづらいですがこの部分が前交通動脈、そこからは脳梁を取り囲むようにくるっと走行しているという、この一連の走行を確認していただけたらと思います。それでは前大脳動脈のセグメントについて見ていきたいと思います。前大脳動脈はこの脳梁の周りをくるっと回っているという意識を持つことが大切です。脳梁は左右の脳をつなぐ構造物で、吻部、室部、体部、膨大部に分かれます。まず内頚動脈の分かれ目から前交通動脈の部分を水平部とし A1 と区分します。そこからは脳梁をくるっと回るわけですが、脳梁の下の部分を走っている部分を脳梁下部として A2、 続いて脳梁の前を回っている部分を脳梁前部として A3、 そして脳梁の上を走っている部分を脳梁上部として A4 と区分します。書籍によってはこの脳梁の上部を走る
A4 の領域をさらに2つに分け、 A4 と A5 に区分する分類もあります。内頸動脈からの血管造影では、内頸動脈から中大脳動脈と前大脳動脈に置かれる部分と、前交通動脈まで水平に走る A1 の部分に関しては正面像が分かりやすいです。そこからは側面像が分かりやすく、脳梁下部である A2、 脳梁前部である A3、 脳梁上部である A4 に分かれます。前大脳動脈に関しては形態上おおよそ2つのパターンに分かれます。こちらの図は脳梁上部をさらに2つに分割し、 A4 と A5 に区分していますが、パターン1としてはこの PRCA ペリカルサルアーテリー脳梁周囲動脈というのがこの脳梁の周りを取り囲んでいる血管ですが、この脳梁周囲動脈から末梢の枝が出ているパターンがパターン1。パターン2としては脳梁周囲動脈とは別に CMA カロソマージナルアーテリー脳梁辺縁動脈という、この枝から末梢の枝が出ているパターンです。このように複数の分岐のパターンがあるため、前大脳動脈の解剖は非常に難しいですが、おおよそこの2つのパターンがあると考えながら見ていくと、血管の解剖について見やすくなると思います。続いて、前大脳動脈から出る穿通枝についてお話していきます。主幹動脈から出る非常に細い枝のことを穿通枝と言いますが、前大脳動脈から出る穿通枝としては内側線状体動脈とホイブネルの半回動脈があります。内側線状体動脈 MSA はミディアルストライエートアーテリーズの略で、水平部 A1 から分岐し、栄養する領域としては視床下部全部、前交連の内側1/3、微聴覚比較単層球の前下端に分布するとされています。ホイブネルの半回動脈はホイブナー半回動脈と発音する方もいらっしゃいますが、 A1N2 ジャンクションと呼ばれるこの前交通動脈付近から分岐し、分布する領域としては微聴覚と比較の前下部および両者間の内包前逆の一部、単層球外接の一部を栄養するとされています。前大脳動脈からの穿通枝が栄養する領域として特に重要なのが微聴覚の頭部です。例えば微聴覚の頭部に脳梗塞が起きた際に、どこが障害されているのかによって血管支配をある程度予想することができます。こちらはスライスを下から上に順にめくっていることを想定していますが、下の方からホイブネルの半回動脈、内側線状体動脈、上の方に行くと中大脳動脈からの穿通枝である外側線状体動脈が栄養すると言われています。おおよそのスライスの目安ですが、脳梁と同様に左右の脳をつなぐ交連線維である前交連が通る断面ではホイブネルの半回動脈、側脳室と第三脳室をつなぐ連絡通路である門楼孔が映る断面では内側線状体動脈、比較が消えかかっている比較上部の断面では外側線状体動脈が栄養しているというのを目安にすればいいと思います。続いて前大脳動脈の正常変異と破格についてご紹介していきたいと思います。椎骨動脈の際にもお話ししましたが、見た目は通常と異なっても臨床上問題とならないものを正常変異や破格と言います。今回の動画では低形成や形成不全、総形成、前大脳気動脈について紹介していきたいと思います。左右の血管を比較したときに片方だけ細い場合を低形成ハイポプラシア、またその血管が形成されず無形成となる場合を形成不全アプレジアと言います。左の症例は A1 部、右の症例は A コムの部分が欠損しています。これらは通常全く問題となることはありませんが、脳梗塞になってしまった場合、ウイルス動脈輪による側副血行路がうまく働かず重篤化してしまう場合があると考えられます。一本の血管が一旦二手に分かれ再び合流することによってリング状のものが形成される正常変異のことを総形成フェネストレーションと言います。椎骨動脈の時も紹介させていただきましたが、前大脳動脈にも生じる正常変異です。前大脳動脈の場合は水平部 A1 の遠位側、つまり正中寄りに生じることが多いとされています。密封でこのようなリング状の構造物が観察されれば良いですが、角度によっては動脈瘤に見えるため注意が必要です。
また非常にこのリングが小さい場合には動脈瘤なのか早形線なのかわからない場合がありますが、 MIP だけではなく元画像でもしっかりチェックしておくこと、また MRA の場合には高分解能のシーケンスを用意しておいて、その高分解能撮影をすることによって鑑別ができる場合があります。こちらの症例は前交通動脈から A2 が1本で形成され、末梢でさらに2つに分かれています。このような正常変異のことを前大脳起動脈、アザイガス ACA と言います。この前大脳起動脈はタイプ1からタイプ5に細かく分類され、こちらはタイプ2と思われる症例ですけれども、アザイガスというのは単一のという意味があり、このように A2 の血管が1本の血管で形成されています。このような症例では末梢で2つに分かれるこの分岐目の部分に動脈瘤が形成されやすいとされています。この下の症例はタイプ5の症例ですが、前交通動脈からさらに追加で1本血管が形成され、前大脳動脈が3本あるように見えます。こちらは特徴的な形態からトリプル ACA、サード ACA、ミディアン ACA などというニックネームがついている正常変異です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は前大脳動脈 ACA について説明させていただきました。セグメントについて理解することが特に重要で、内頚動脈から前交通動脈までの部分を水平部 A1、 そしてそこからは脳梁をくるっと取り囲み、脳梁の下部を A2、 脳梁の前部を A3、 脳梁の上部を A4 と区分してきました。前大脳動脈からの線通子として、ホイブネルの半回動脈と内側線状態動脈、そして微上核と頭部との関係を説明させていただきました。さらに正常変異と破格ですね、これらについてはしっかり理解しておかないと、疾患なのか疾患ではないのかについてわからなくなってしまいますので、正常変異と破格についても細かく説明させていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。